ミクミクミク、ブレイキングダウン13、ミクアワード開催。ああ、急だね。イエーイ。このタイミングね。まあね、格闘技界が今いろいろ湧いてますけども、やっぱブレイキングダウン13の盛り上がりをね、やっぱ皆さん忘れちゃいけないと。そうだ。そう、それをまた持ってくるのが俺の仕事。はい、それミックンアワード。出た。ブレイキングダウン13。うん、また今回も開催します。選手の視聴率が一番高いやつ。第4回かな。10から始めたから、モリアル。10、11、12、13。うん、ただこれ1個まずみんなに言いたいことがある。おお。初代。ミックン賞の井原くん、これブレイキングダウン10の時につけたんですけど、が次の大会で優勝しましたよね。したバンタム級トーナメント、はい、で3代目のミックン賞ナオくん、これまた優勝しましたよ、ね、あっとってことはミックン賞に選ばれた人はほぼ何かしらのトーナメントで優勝します。やば、 100% じゃん。これやばくない？やばいね。実際やばくない？俺思ったよ。あれさ、ナオ君俺前回ミックン賞にしたなと思ってしてたね。うん、ってことはナオ君が優勝候補だったってことだ実は。あ、そうだよ。それを知ってる人はそれを自分も忘れてた。確かに忘れてたよ。忘れちゃった。でもなんか印象に残ってる記憶はあったよね。なんかナオ君記憶はあったんだけど、そう見返したの今日。うん、そういえばとミックン賞に選ばれた人はチャンピオンになってます。なってるね。はい、で今回のミックン賞は誰かと、おっていう話になりますね。やっぱ楽しみだな。楽しみでしょ、うん、で今回もね、スピード部門、パワー部門、テクニック部門、ベストカウンター部門、激闘部門、エンタメ部門、喧嘩最強部門、特別賞でミックン賞、おおって感じでやってきますんで、皆さんね、チャンネル登録、はい、高評価、コメント、そしてね、本当僕的にはこの選手だよっていうのもね、コメントしてくれるとね、いいね、嬉しいですね。はい、ってことで公式のまずね発表からいきます、うん、はい、ベストバウト賞、うん、山本選手 VS 井浦選手。ああ、間違いないね。はい、これになりました。おお、はい、で山本選手はやっぱりさ、うん、本物の男よ、うんうん、俺が戦った男は本物の強い男だった。じゃあ本物の男同士の戦いだったの？本物だったよ。いや、すごいよ実際。すごい。現役のさ、無敗のさ、プロキックボクサーにさ、うん、競り勝っちゃうんだもん。えぐいよね。えぐいよ。それ引退してもう何年も経ってるからね、山本さんなんて。うん、で、まあ、ゆうらくんよ、うん。これ、まあ、勝敗予想の時も言ったんだけどさ、山本さん勝つとしたら、ゆうらくんがこう熱くなってパンチで打ち返してきたら、もしかしたら山本さん勝つかもねって話したんだけど、うん、ゆうらくんも、なんかコメント見たけど、うん、盛り上げようとしてパンチいったらしい。おー、大会を。かっけー。それやばくない？あの若さで、あの若さで自分のことじゃなくて大会を盛り上げようってことまで考えちゃう。すっげえ、しかもあのパンチの専門家だよね。そう。で、まあ、終わったでね、山本さんにパンチをしてくださいとか言ってたし、山本さんたち入場してたよ。うん、だからもうあそこももう取られたね。あ、山本さんの、 あの恋人は取られた。塗り替えられた。塗り替えられた。完全に。ファンの方でも、うん、あの今までもミックン VS 山本選手が、うん、あのベストバウトだったって人が多いのよ、過去歴代含めてね、うんうんうん、けど優良君と山本さんの試合で塗り替えられましたって言ってた、うん、あれはもう山本さん の、 あの恋人は僕じゃなくなりました。優良君になりました。取られた。はい、優良君はあの僕 の、 あの恋敵になりました。敵よ、敵よ。恋敵だよ。ああ、恋敵だ。そう。じゃあ、いいライバル。選手としての敵じゃなくて、恋敵になった。じゃあ、いいライバルだね。山本さんにどっちが気に入られてるかっていうライバルになりますね。それいつか質問したいね。質問したいね。まあ、ゆうらくんもね、この東京ね、うん、来たりしそうだから、おあの時ね、あの来てくれたら嬉しいね、ゆうらくん。そうだね。はい。で、ベスト KO 賞。うん。12日。おー。まあね、昔から見てる人はね、嬉しいよね。あの、ストーリー性も完璧だし、日健くんにあのブレイキングダウン4かな、うん、のオーディションでやられた左フックでやり返すっていう。確かにね、ワンパンだからね、あれも。確かに。そうだから、12日記のストーリーはどこまで続いていくのかと。なんかチャンピオンでしょやっぱ。そう、噂では次飯田さんとやりたい。やっぱ日健くんに勝ったのは飯田さんだから。確かに、そこ行くんだ。そこ行きたいらしいね。おもろ。もうそこ行けたらもうわけわかんないっちゃうけど、さすがに今だとまだ飯田さんには全然勝てないと思うけど、うん、まあそうね。ただ、12日記は伸びしろがすごいわけだから本当のほぼ素人になってからここまで来たわけだから、うんうん、これは楽しみよ、12人気もね。すごい、ただのエンタメじゃなくなってきた。じゃないじゃん、もうパンチ力普通にあるし。しかも見ないで当てれるってことは当て感あるってことだからね。見えない目があるんでしょ多分。そうってことでね、うん、今回やっていきましょう、さすがにね。はい、まずスピード部門、お皆さん予想してください、誰だろうっつってね。結構早い人いたからな。2名います。あ、2人いるんだ。はい、1人目野田葵選手。おお、納得しました。いや、ここは外せないでしょ。確かにね、やっぱね、 K1 グループからさ、うん、離脱して、まあ、人生かけてね、うん、ブレイキングダウンとかに来て、うん、いや、あの試合よ、
もう蹴り中心にして、まあ、パンチもうまかったしディフェンスもうまいし、うん、コンビネーションが早すぎたね、とりあえず。あれはさすがにあのプロの選手じゃないと対応できないだろうなっていうきついよね、ぐらい の, あの速射砲だったの。あー、なるほど、かっけー、その言葉。野田葵選手ね、次で誰だか分かんないけど、うん、西島くんがね、やりたいって言ってるから14で楽しみですね。いいね、速さ対決や。速さ対決ね。で、もう一人、お力選手。おー、はい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 、はい、やっぱ力選手は今回めちゃめちゃアグレッシブになってて、うん、もうこれもパンチと K のコンビネーション、うん、素晴らしかったです。やっぱ速さあってんとさ、ガツガツいく選手ってかっこいいよね。かっこいい、ね、手数が多いから、まあ、見てて盛り上がるっていうのがあるんで、うん、まあ、この2人ですね、スピード部門は野田葵選手と力選手、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますか、毎回わかんないんだよね、これ毎回ミクが言ってんのじわるね。そう、お前が言うな勢も結構いるからさ、はい、まあでもね、これは客観的に見てなんで。そうだよね。つかまあ俺よりブレイキングダウンさ、まだ合ってる人いないんだから、うん、そうだよね。そう、俺しかやってない1分の1みたいな。一生1位なわけだよね、はい、だって今からやろうとしてもさ、試合数絶対追いつかないだから、ムエタイの選手にさ、うん、試合数かなわないみたいな。あ、そういうこと。小さい時からやってるみたいな。そう、俺の的中率が下がりに続けたとしても俺より上の人はまずいない、はい、おもろいな。次ですね、うん、パワー部門。おお、いいね。いや、これは結構俺好きなんですよね。おお、今回のパワー部門はドゥルッドゥサイコ選手。そうだな、間違いねえわ。ここはもうサイコ選手じゃん。サイコ選手だ。異常なるパワーをつけてくれたって感じでもうパンチもね、まあ、うん、まあ、早かったんだけど、やっぱパワーがすごいなと思ったね。うんうんうん、ポラノ選手があんな倒れ方するとは思わなかったから、びっくりしたね。そうだった。やっぱサイコ松本、違うね、サイコ松本はやっぱ進化してるね、さすがに。第二形態じゃないのよ。やっぱニートとか引きこもりでもさ、あそこまで強くなれるんや。公園のトレーニングであんななんないから。でもサイコ選手マジで強かった、ね、よかった。また見たいね。わかるわかる。なんか下ミシュラン選手とちょっと見たいよね。ああ、いいね、やってほしいよ。そのテクニック対パワーでさ、うん、どっちが勝つのかっていうの見たい。あ、見たいね、それ、ね。はい、じゃあ次です。おい、テクニック部門。これも結構好きなんだよな。これ2名います。おお、テクニック部門は、はい、いきます。ドラムロール、ブルル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 。確かにね。ねえ、これ前回も慶之助選手だった気がするんだけど好きなんだよ、戦い方やっぱ、まあ、もう瞬殺したからちょっとすごいんですけど、うん、やっぱあの三日月、あのさ、大祖からまずサウスポーに構え直します、うん、はいはいはい、そうで、三日月、うん、で、聞いたの分かって膝、膝と、うん、あれはテクニックですね。あれやりたい、完全に。あのスタイルやりたい。一番安全で一番かっこいい倒し方いいよね、あれは。もうね、慶之助さんのしかできないね。うん、やっぱキャリアもずっとあるし、まあ、慶之助さんの一番すごいところは、うん、ずーっと練習をやめてない。ああ、そうだね、やってるもんね、一生練習してるとこ、うん、やっぱこれによってもうなんていう、その引退した人とかとは全然違くなっちゃってるよね、うん、実力が。なるほどね。数ヶ月ちょっとやるじゃなくて、ずっと続けてるから違うんだよ。そうだから、積み上げてきてるものが他の選手とは違うかもしれない。うん、それが広瀬さんのすごいところですね。いや、でもすごいよね、格闘技好きなんだろうね。いや、大好きでしょ好きじゃなきゃやんないよはい、もう一人目、おい、いきます。まあこれはね、ちょっとね賛否あるかもしれないですけど、はい、まあ、僕は客観的に見てすごいと思ったんで、うん、いきます。2人目、吉木丸選手。おー、まあ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 、そうですね、結局相手に何もさせない、これはテクニックで完全に合ってると思うんです、うん、制圧してるからね。そう、うん、なんだかんだそういろいろ言われてると思うや、使用試合とか、うん、まあ面白くないとか、うん、じゃなくて、でもテクニックがあるからこそ、うん、っていう話なのよ。あの、力の差がありすぎてそう見えちゃうんだよね、そう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 、きっとね。そうそうそう、競ってないから、うん、なんか余裕あるように見えちゃってると思うんだけど、うん、結局それを見せるのもテクニックなわけであって。ああ、なるほどね。そう、自分の強いところで戦う、うん、これを貫き通せるのはテクニックです。まあ、あと鋼のメンタルだよね。鋼メンタル、鋼メンですはい、って感じで、テクニック部門は慶之助さんと吉木丸選手でしたと。はい、おめでとうございますはい、次いきます。うい、まあ、ミックンアワードといえばね、うんうん、まあこれだと思います、うん、ベストカウンター部門一番好きなやつでしょ、はい、ベストカウンター部門は1人です。お、ベストカウンター部門は今回の会社はちょっと身内びいきです。トシゾー身内びいきみあるね、ちょっとね、身内びいきちょっとあるんですけどまあでもよ、
エンターテインメントショーからよベストカウンターショーに上がってるってこと、確かにね、ことは勝ったってことが皆さん分かりましたね実力でね、そうちゃんと、まあ、トシソーのね、あのカウンター最後のね、左フック抜いて右ストレートなんだけど、かっこよかった、ね、まあ、あれは完全にテクニックもあるんだけど、まあ、ベストカウンターだなっていう、そうだね、うん、まあ、ミークウスじゃないだけちょっとあれなんだけど今回もちょっとね、あの身内びいきを入れさせていただきました、うん、いや全然いいと思います、はい、まあ、俺のチャンネルなん で俺の動画なんで俺が自由に変えますみっくんが基準だからね、そう、まあ年相マジおめでとうって感じだね、いや今回いいよね、あの立ち方、ね、何いや立ち方、勝ち方、あ立ち方だと倒されてるからな、勝ち方、立ち方はあの不死鳥なんですよあれ10回大会だからそれね、はい、としそうもね、次もね多分期待されると思うんで、うんうん、まあ、次が大事かもしれないね、これは確かに確かに、うん、って感じでベストカウンター部門はとしそうです、おめでとうございますとしそう、次です、はい、激闘部門、あーいいね、ブレイキングダウンっぽいやつだよね、はい、これ、これは1試合ですね、おお、はい、いきます、で激闘部門はブルルルッドゥン、広見川選手 VS 実況選手、おーい、これ言わずもがないじゃない、そうだね、うん、これ大泉分かってたでしょ、いや分かってたよ、この試合しかないや、あと30歳のおじたちがさ、うん、ハイタッチするぐらいだからしかも俺あれ見返したんだけどさ、うん、俺1回でハイタッチ終わると思ったらミック何回もやってて2回ぐらい空振ってんだよこうやってくるはい、って感じでね、この試合はもう男って感じ、うん、いやー本当にあとさ何秒ってところでなんか俺いけるみたいなテンションになってたもんね、そう最初ヒロミカ選手が押しててガガガって言って、うん、で実況選手盛り返してきて、うん、でこれヤバいんじゃないヤバいんじゃないってとこで、まあ、左のこのストレート気味のねジャブ入れてからの、うん、まあ、右のテンプルでね、うん、これは熱かったなマジでしびれたなあれあれしびれまくって鳥肌ゾワーッやったでしょこれみんなもうね問題ないっしょ、うん、これはいやもうねこれはもう全員認めるわねこれは本当にかっこよかったひろみ川選手、うん、なんかもうそろ引退するみたいなこと言ってたけどあ言ってたなもうちょっとみたいねでじゃあ一部門はひろみ川選手 VS 次期屋選手とおめでとうございます、はい、次です、皆さん大好きエンタメ部門いいね、何のエンタメが選ばれるかっていうのがあるからね、いろんなエンタメあるから、これちょっと予想できないんじゃないみんな、いやちょっと俺もむずいな、むずいっしょ、うん、エンタメ部門はブルル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 ルそこそこ行くんだナチョ選手でしょこれはまあまあまあさあねそうビール飲みながら入場しお腹タプタプでそしてあの哀れ V のシャドウがなんかあれ大丈夫かって思わせて俺は打たり強いから大丈夫だスタッフにバンって殴らせてほら大丈夫だろってやってたんですよ哀れ V で、うんうん、で試合始まりました、うん、川島君バンバンバンもらいましたカフドーンもらいましたんカフガイだ本当の本物のタフガイだ、うんうん、ってことであれはエンターテインメントです完全に振りから試合まで完璧だったもん、ね、完璧俺は絶対倒れないぜ本当に倒れないんだしかもそうだね確かに思い返してみたら一番突っ込んでた気がするわそうでしょ、うん、しかも川島君がさ引いたぐらいだから一回確かにあれっとあれこいつ倒れんぞタフガイだと思ったよねって感じで、うん、エンタメ部門はナチョ選手ああなるほどね体の強さありきのエンタメだありきですね体を張ったエンターテインメントこれもナチョ選手だけだと思うわ一番陽気だったしな陽気だよ楽しみに来てたしうん、うんうん、エンターテインメントの人間だと思うそもそもがね、うん、素晴らしいまたちょっと見たいっすね見たい見たい人気ですもんなんかねはい次ですはい、喧嘩最強部門おおこれいいでしょういいね、まあ、大体みんなさ一人は思い浮かんでると思いますまあそうだね二人いますおお二人喧嘩最強部門はブルルルドゥンまず一人目はいメガ君おおあれメカ君しかいないそうね素手の凶暴さそうやっぱ素手最強ん素手最強メカ君これもう喧嘩最強だからいい、うん、イコール確かに確かにはいメカ君はねずっとあのベアナックルルールでやってほしい、うん、なんかディフェンスも上手かったし、ね、ディフェンス上手いし顔無傷だったし喧嘩で顔無傷なかなかないからねすごいよねすごい次もう一人ですおおブルル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 ル水口さんだろこれでしょうね水口さんもう喧嘩最強だろ普通に間違いない、うん、部門とかじゃなくてもう喧嘩最強っていうチャンピオンだろう面白すぎやあの距離の詰め方走ってってさ最初こうサウスポーでこううまくやる感じなのかなと思ったらさバーンってなってうわーいって言って水口さんはもう喧嘩強すぎやばいっしょ、うん、本当に昔悪かったと思う水口さんはね勢いがやばい勢いだよね、うん、勢いで あんだけ相手を制圧できるってことは、うん、完全に覇気出ちゃってるからえ出てるよね怖いあれ感じで喧嘩最強部門は、メカ君と水口さんでしたはいおめでとうございます、はい、で次です特別賞おはい
今回の特別賞は、あのもう一回試合見たいなっていう人を2人選びました。はいはいはい、はい、特別賞はブルルドゥン、直樹選手と龍二選手。おー、わかるわ、はい、この2人は、うん、惜しくも負けてはしまったんですけど、うん、今後もちょっと継続参戦してほしいな。なぜなら花もあるし、うん、まあ、相手が相手だったらもうちょっと噛み合って、うん、面白い試合を確実にする2人だと思います。確かに確かに、攻めの姿勢あったしね。そう、アグレッシブだから、うん、でイケメンだし、うん、この2人はちょっと見たいね。わかる、花あるよね。まあ、天狗でいいから見たいっすね、うんうんうん、もう一回でそのまま勝ってもらってスター選手に行ってほしい2人。うん、わかるわ。特別賞ですね。いいね。負けてはしまったが、今後も見たいでしょうじゃない。うん、でそういう声あったら本当に試合組まれたりするもんね。するするする。ウェルダンね。まああと補足で言うと、うん、あと直選手優勝した、うん、と山本さん、うん、ワンマッチでもう一回見たいなって思います。おー、トーナメントじゃなくて、はいはいはい、ダイレクトリマッチでちょっと見たいなって。わー、いいね。そう、ダメージなし、お互い状態でどうなるのかっていうのを気になるなって思います。はい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 、はい、これ皆さんね、あのそう思う方はね、うん、ぜひ運営さんにね、うん、言ってみてください。いっぱい声をね上げてくれればね、そう叶うかもしれないね。いやでもそれ見たいな、マジで。見たくない？あの仕上がりの山本さんの初戦で直くんはどうなんだろうみたいな、ね、そうだ、もう一回仕上げれるかは分かんないけどね、やっぱね、うん、やっぱメンタルとかもあるからね。確かにね。そう、やっぱ一回休んで山本さんがもうまた気持ち乗ってきてたら見たいね。うん、うん、ぜひお願いしたいですね。感じで特別賞は直樹選手と龍二選手という感じですね、うん、いや納得だ、特別賞だな。特別賞でしょ、うん、はい、来ました皆さん、はい、待ってましたよね、うん、待ってました。これを見るためにあの見てる人いますよここまで飛ばしてる人もいるかもしれないです。ミックン賞誰なんだろうかな。ハイアル第4代ミックン賞はブルーデン金森選手。おー、ありそう。はい、ここは外部君と戦った金森選手なんですけど、はい、まあ、格闘技のレベル言ったら外部君の方が上だったと思う、うんうんうん、ただ、まあ、ヤーマンも言ってたけど金森選手は打ち合いが強すぎる、うんうんうん、これでもう今後の期待が見える、うん、誰とやっても勝てんじゃないかって思わせるぐらい の、 あの打ち合いでしたね。いやー、最高だったね、完全に。だからビッグン賞は金森選手ってことで、これはもう金森選手が何かしらのトーナメントで優勝することが決まりました逆にビッグン賞っていうのを聞いたらちょっと後から緊張するとかないかもやばいかも。でもさ、あの次のさトーナメント、うん、無敗トーナメントみたいな噂あるでしょ。あるね。金森選手無敗だよね。無敗だと思う。あ、無敗だ、無敗だ、無敗だ、ね、うん、どうか上の方、金森選手を入れてみてください。あのトーナメントのやつかな、はい、変わるかもしれないです、金森選手が入ったら。確かに波乱だ、はい、ぜひ金森選手をトーナメントに必要させてあげてください。いや見たいわマジで、はい、これ優勝します。投げ倒してほしい、はい、もうミックン賞に選ばれたんで優勝しますこう見えない力が働くからね、働くボーンってでそれで、まあ、井原くん、直くん、金森くんっていうこの優勝3兄弟がミックン賞から輩出されたってことになります。言い続けられるからね、将来そう、俺って未来にあったなっておじちゃんになってから言えるからでもなんかなんやかんや多分さ、あの格闘技好きだからさ、うん、そのなんていうの、伸びしろだったりさ、爆発しそうな人を見る力があるんじゃない、多分。そうなのよ、ね、で伊原くんもさ、まあ、直くんもさ、うん、優勝はないでしょって言われたじゃん、最初の1回戦とか見てさ、うんうん、優勝しちゃってるから、ね、そうなんだよねミックン賞は多分ミックンが期待してる人なのかもしれないよね。あと直くんもさ、あの本で選手で負けるでしょっていう予想だったじゃん、うん、伊原くんも西島くんとか一切勝てないでしょみたいな感じだったじゃん、うん、で、二人ともさ、倒して勝っちゃってるよってことなんですよすごっ、はい、だから金森選手がもしトーナメント出て、うん、1回戦の対戦でめっちゃ強い選手だとします、うん、勝っちゃいます。おー、勝っちゃいます。もう予想が始まってるから始まってますはい、って感じでどうでしたか、ミックンアワード。いや、いいね、なんかね、今回もすごい楽しかったんじゃないですか皆さんの予想当たりましたか。エンタメ部門だけは当たってない自信ありますよ、ね、間違いないはい、って感じでね、格闘技界もね、いろいろね、うん、あの悪い話題が多いですけどもね僕はいい話題を提供していきたいと思います。そうね、はい、そして明日ね、大臣から記者会見があるみたいなんでね、うん、はい、ドクター3人引き連れて竹馬さんがあの会見するみたいなんで、すごっ、3人もいる、ドクターまあ2人には3人よみたいな感じだよね。で次もね、あのもしかしたら内容によっては動画撮らないかもしれないし、うんうんうん、って感じなんですけど、まあ、とりあえずね、あの今後の格闘技界をね、うん、盛り上げていこうと思います。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイ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 。